ボリスト・グレブ、先例名では、ロマンとダビドは、11世紀初期に没したキエフ、大公国の人物で、当国の最初期のキリスト教の聖人である。11世紀に書かれた2つのボリスト・グレブ伝では、2人は、キエフ大公ウラジーミル一世の息子であり、かつ、大公の最愛の子供たちであると言われる。二人は、大公の死後、1 0 5年から1 0 9年にかけて、 行われた、後位継承戦争の中で殺害され、1071年に、ルーシの聖教会により、劣勢された。聖教会だけでなく東方、天礼カトリック教会でも推計される。ルーシ原初年代期は、ボリスとグレブの母親は、ブルガール人の女性だったとしており、二人のトルコ語風の名前はいくらか真実味を与えてもいる。ボリスとグレブ伝では、彼らの母親は、 ウラディーミル一世の聖妃アンナであり、彼らが、ウラディーミルの最も年少の子であるとほのめかしている。しかしながら、現代のほとんどの研究者は、ボリスとグレブはそれぞれ違う、母親の子であると論じており、年齢も離れていたと考えている。殺害された時、ボリスはすでに結婚しており、ロストフ公であった。ボリスは、キエフ大公国の推定行為継承者だったかも、しれない。 一方、グレップは未成年で、東部にある、ムーロ向こうに封じられていた。ルーシ原初年代記は、スブヤトポルク一世が二人の暗殺を企んだと、避難し、呪われたスブヤトポルクと呼んでいる。ボリスとその重木はテントで寝ている間に、滅多刺しされた。発見された時ボリスには未だ息があり、袋に入れられて、キエフへ運ばれたが、バリアーグ人たちが槍でついて、息を引き取らせた。 ポリスとグレブ伝の記録を学面通りに受け取る根拠はない。これは優れた成人伝ではあるが、先行する文学的伝統を大いに活用して、その言い回しやトポースを大分取り入れているからである。ポリスとグレブの実際の生涯と死の状況は成人伝のものとは多分に異なっていたであろう。あるいは決定的な証言はヒル氏の資料に求めるべきかもしれない。 それらによれば、ボリスは、キエフで、父、ラジーミル一世の知性を継承し、ルーシ原初年代記が乱意しているのとは違って、ロストフの草原に出没してはいなかったことになる。さらに、バイキングの資料、エイムンドのサガは、ヤロスラフ一世がボリスを殺すためにバリアーグビトを雇ったと伝えている。歴史家の中には、ルーシュ原初年代記の記述よりも、エイムンドのサガの方が、 信憑性が高いと考える者も,もいる。彼らは、つぶやとポルクでなく、ヤロスラフが性敵を除くことに関心を持ち、ために、兄弟たちの殺害を行ったと主張する。聖教会とカトリック教会で成人とされる。聖教会では、東スラブの諸教会で特に崇敬される。二人は、異教徒である兄の圧迫に対して、模範的なキリスト教信仰を保ち、自明したとされて、 1071年に、ルーシ聖教会から劣勢された。翌年3月2日に二人の遺体は、ビッシュゴロド大聖堂に安置され、この大聖堂は新たに二人の名において、聖清視された。その後、彼らの名は、他の多くの東欧の教会に付けられることとなる。聖教会での記憶日は、兄弟共通の記憶日として普及退移動日の3月2日、またそれぞれが死没したとされる日であり、 ボリスの記憶日は7月24日、グレブは9月5日である。ただし、どちらも兄弟両方が記憶されることが多い。西方におけるコスマスとダミアヌス、スラブ地域におけるキリルとメヒホディのように、二人は共に記憶されることが多く、ロシアには多く、ボリス・グレブ教会、ボリス・グレブ修道院という命名が見られる。二人の劣勢は東西教会の分裂の時期であり、 カトリックでは、長らく彼らの存在は忘れられていたが、1724年、ベネディクトゥス13世が二人を劣勢した。ありがとうございます。